皆様、ま、こんにちは。本日はお忙しい中、2023年度移住した文化理解オンライン講座にご参加くださり、誠にありがとうございます。本日、講座の司会を務めさせていただく、JICA 大型研究所開発協力戦略領域の永村ゆ香子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本講座は JICA 大型研究所と JICA 横浜海外移住資料館で共催しております。 今年で3年で目とと開催となります近年にも JICA では日本国内での外国人材受け入れ支援及び多文化共生の推進またそのための研究に取り組んでまいりました JICA 大型研究所では2021年移民に関する研究プロジェクト日本と中南米間の日系人の移動とネットワークに関する研究というものを立ち上げて調査を行っております 本講座はこのような研究プロジェクトの一環として開催をしております。また、南北アメリカへの日本人海外移住の歴史を展示している JICA 横浜海外移住資料館と共催をしております。本講座では国境を越える人々がどのような思いで移住し、どのような生活を送られてきたのか、その歴史や社会背景を、えー、理解をしながら共に多文化共生を考えていきたいと思っています。 1>, 1月から3月までの全7回の講座を通じて、多様なルーツの人々を取り上げていく予定です。特に今年度の講座では、つながりをキーワードに、それらの人々が様々な社会のつながりを築いてきた例を見ながら、つながりや連帯がもたらす可能性について考えていきたいと思っています。本日の第 司会講座では、明王大学国際学部准教授の長尾直弘先生、そして、JICA 中南米部部長の小原学先生にご登壇いただきます。まず、長尾先生に、送り出し社会と移住先をつなぐ影の功労者、石川県海外移住家族会の役割をテーマにご講演いただいた後、続いて小原先生に、 戦後の海外移住実施機関と役割の変遷に見る移住日系人事業というテーマでご講演をいただきます、えー。長尾先生のご講演に移ってまいりたいと思います。長尾先生、それでは、えー、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、それではまず、えー、画像の共有ですね、えー、資料の共有をさせていただきます。はいえー、それでは始めさせていただきます。 ただいまご紹介いただきました、沖縄の北部やんばる地域にある名王大学というところに所属している長尾直弘と申します。本日は、送り出し社会と移住先をつなぐ影の功労者、石川県海外移住家族会の役割についてと題して報告をさせていただきます。報告を始める前に、年始に 北陸地方を襲った震災で犠牲となった方々へ謹んでお悔やみ申し上げます被災された皆様が一日も早く日常の生活へ戻れるよう願っておりますそれではまず本報告の用紙を説明いたします第二次世界大戦前から戦後にかけて日本から多くの移住者が海外へと渡ってきました えー、ただ、海外移住というと、やはり当事者である移住者に注目が集まることが多く、えー、送り出し社会に残された家族や親族と移住者との関係については、これまであまり注目を集めることがありませんでした。えー、本報告では、えー、特に石川県の海外移住家族会に注目し、送り出し社会と移住先間のネットワーク形成において、家族会が果たした機能、役割について考えたいと思います。 ここで日本人の海外重住士に詳しい方は疑問に思われるかもしれません。えー、なぜ石川県なのかと、えー。私が今回のテーマと出会ったきっかけは、まあ、偶然と言って良いものでした、えー。2013年の7月にブラジル北部のアマゾナス州、州とマナウスへ、まあ、調査の機会を、えー、得たのですが、まあ、その際ですね、サンパウロ在住の戦後移住者の大先輩に相談したところ、えー、ちょうど同じ時期に 石川県の海外移住家族会のご一行がマナウスを訪問するので、まあ、それについていきなさい。まあ、そういったご助言をいただきました。石川県の家族会の中西会長は、寛大にもですね、まあ、見ず知らずの私が同行することをお認めくださり、当時の自身の調査とは別に、マナウスの石川県出身の移住者とその子孫の方々、そして、まあ、当家族会との交流を間近で拝見する機会を得ました。 ま、ちょっとあの、ここにある写真はその一部ですね、行った時の写真なんですが、ま、その後ですね、自身がブラジル日本移民史をさらに学んでいくに従って、石川県は決して移民や移住者を多くえ排出しているわけではない。にもかかわらず、なぜあのように、母県と移住先との間で、現在に至るまでまあ絆が結ばれているのか、といった疑問を抱きつつ、ま、日々を過ごしていました。今回、JICA 小型研究所の共同研究において、 送り出し社会と移住先をつなぐネットワークに関する研究に従事する機会をいただき、改めて当時抱いた問いに向き合い、その原点となった石川県海外移住家族会を研究のテーマとさせていただきました。本校では家族会の機能について、現時点までに得られたまあ考察をご紹介しますが、本研究によって最終的に得られる成果としては、 移住者排出、卓越権以外における送り出し社会と移住先のネットワークの詳細、またその中退が維持・強化される構造について、一つのモデルが提示できるのではないかと考えています。前置きが長くなりましたが、こちらが本報告の目次となります。後に確認しますが、石川県からは第二次世界大戦前、主にブラジル南東部のサンパウロ州へ。 また戦後は先ほど挙げたマナウス周辺などへ移民移住者が創出されています。石川県の個別事例に入る前に、まずは日本人海外移民移住史について簡潔に確認したいと思います。日本人の集団移民の行使は1868年、明治元年、ハワイ行きの元年者らとされています。その後19世紀後半から20世紀初頭にかけては、 日本国内の不況などの理由によって、国内では北海道などへ、また海外ではハワイ、アメリカ合衆国本土、カナダ、オーストラリアなどへ移民が喪失されました。19世紀末から20世紀初頭にかけては、主に北米で排日の兆しが見え始めます。北米への移民喪失に暗雲が立ち込めると、日本政府は他の移民喪失先を求めて中南米へと目を向けます。 えー、メキシコ、ペルーと移民喪失がなされ、1908年には本報告の舞台であるブラジルへと集団移民が喪失されました。こちらは先ほどの説明を、まあ、地図と矢印で示したものになります、えー。今回は旧日本帝国勢力圏への移動には触れていませんが、えー、第二次世界大戦前において日本から世界各地へ、まあ、人の移動が見られたことがわかるかと思います。 戦前の日本からの移民喪失は、第二次世界大戦、そして太平洋戦争を機に断絶します。えー、戦後間もなくは呼び寄せなどで、わずかな数の喪失が見られますが、えー、1952年のサンフランシスコ講和条約締結を機に、海外への集団移住が再び盛んとなります。えー、1952年のブラジルを皮切りに、主に南米やカリブ海へ多くの人々が移住しました。 1960年代に入ると、日本の高度,高度経済成長に伴う国内での労働力需要が高まり、移住者数が減少していきます。1980年代には、移住者1世などが南米の経済危機などを理由に日本就労を行い、その後、日本の入管法改正によって、日系の賛成までとその配偶者たちによる日本へのいわゆる出稼ぎ現象が見られるようになりました。 なお、戦後移住初期の移住関連団体に関しては、まあ、その後統合され、現在の JICA に連なる前身団体となっていきますが、こちらについては次のご報告でご説明いただけるのではないかと思います。こちらは先ほどの説明を矢印と地図、あ地図の中で矢印で示したものになります。まあ、緑の矢印は中南米。 また特に戦後沖縄からボリビアへ移動したことについては黄色の矢印で説明をしていますまた1980年代以降ですね90年代から本格化していった日本への貫流現象出稼ぎ現象は茶色で示していますまあ、以上日本人の海外移,民移住史を外観した上で今度は石川県からブラジルへの移住史というものを外観していきます 石川県人が初めてブラジルへ移民したのは1917年、3家族がサンパウロ州南西のレジストロへ入植したとされています。その後もちらほらと主にサンパウロ州へ移民していくのですが、日本政府による渡航費補助が開始された1924年以降、その数は増していきました。1934年には、 アマゾン地方の移植民研究所の現地支配人として、石川県人の方がアマゾンに足を踏み入れています。また、1937年には、全都道府県中6番目の早さで、ブラジル石川県人会が創立されています。戦前の石川県出身ブラジル移民は、これ、戦後にブラジルで行われた日系人の実態調査によると、1505人です。 47都道府県中、第34位と、まあ、移民数は全体の中ではあの下位に当たります。え戦後は、えー、1958年に、えー、石川県から3家族が、えー、アマゾン地域のマナウス近郊にあるエフィジェニオデ・サーレス移住地へ入植します。えー、後に確認しますが、その後、石川県は同移住地へ集中的に移住者を送り込み、 同移住地を南米石川村とししましたその後、同移住地はさまざまな困難を乗り越えて、大都市マナウスへの農産物等の供給源として栄えていきます。この移住の動きとは関連するんですが、また別のものとして、石川県はですね、1972年に各移住先の県人会と連携して、サンパウロやマナウスを含む 移住者指定を石川県へ留学生として受け入れる、まあ、いわゆる県費留学制度を開始します。また、1980年には移住者を故郷へ一時期券、まあ、県帰るですね、母県へ帰る事業も開始しています。また、1985年には石川県内で、えー、<laughs> 移住者指定が技術研修を行う技術研修院受け入れ制度も開始され、2000年には日本語研修目的での 南米県人会指定研修受入制度も開始されました。こちらも後に確認しますが、サンパウロのブラジル石川県会館建設において、石川県は大きく援助をしており、完成時には当時の県人会長がその会館を石川県42番目の村としたいと述べています。これらの交流事業から県と移住地との間には確かなネットワークが構築され、 移住そのものが下火となった以降も交流が継続していたことが指摘できます。ま <laughs> たですね、えーと、石川県からの戦後移住者数ですね、まあ、こちらはあの国際協力事業団の、えー、統計から出しているんですが、まあ、戦前よりもかなり少なく、200数十名ですね、えー、47都道府県中41位となっています。<laughs> さきのスライドで石川県からブラジルへの移民移住し、そして石川県と移住先との交流、主にブラジルですね、の概要をつかめたかと思います。しかしながら、この石川県からの移民移住者の絶対数は、他府県と比べればかなり少なめであることは事実かと思います。そこで、送り出し社会である石川県側が、 でどの程度海外移民移住に関心を示していたかについて、その歴史的・地理的背景、また県や報道側の姿勢をもとに確認したいと思います。すみません、ちょっと1つスライドを飛ばしちゃいました。はいえー、さっきのスライドであ示した、えー、話の内容なんですが、えー、すみません、ちょっと今、えーと、原稿の方が飛んでしまいました。失礼しました。石川県の、えー、歴史・地理的な特徴として、 あの、江戸時代からの北前船の流れ、そして日本海に面するということが挙げられるかと思います。例えば、石川県立歴史博物館の公開セミナーでは、のど地方と北海道満州へのまあ人の移動ですね、についてのセミナーが開催される、北海道、そして日本海圏へのまあ人の移動ですね、への注目が先行しているように感じます。 では、海外への移民、移住者についてはどのような関心があったのか。えー、これは石川県の県市の中にですね、対、え、象、ー、10年、1921年における海外在留石川県人についての記録があります。えー、そちらによると、合計1000人にも満たない数ですかね、えー、の人々がロシアや北米、中国、東南アジアにいると、えー、記述がされています。 この当時、石川県から南米渡った移民というのがごく少数だったこともありますが、本記録に南米についての描写は見られませんでした。次に、報道による海外移民関連の注目について確認したいと思います。1893年に創刊し、現在、石川県金沢市に本社を置く北国新聞社が発行していた北国新聞ですね。 えー、同新聞社が過去の重要記事、えー、掲載紙面を編集した書籍があるのですが、まあ、こちらを見ると、戦前から、えー、戦後間もなくにかけて、えー、移民や植民関連で、えー、これらの記事が掲載されていました。まあ、この、えー、布というのはハワイを示すんですが、えー、ハワイのアメリカ合衆国への合併などの北米事情、また南洋諸島や満州への植民など、 旧日本帝国勢力圏内の移動以外、えブラジル移民についてもえ注目がなされていることが分かります。えー、戦後移住に関して、えー、同資料上では関連する新聞記事をあまり見つけることができませんでした。まあ、しかしながら、当時のブラジル移住関係資料を当たっていくと、まあ、特に県政ですね、石川県政と移住政策との関連が見えてきます。 例えば、1959年に、えー、再選を目指していた当時の田谷知事は、えー、南米に石川村を建設して農家の自産卵対策を講ずる、えー選,挙えー、選挙公約を決め、えー、その後、南米視察を終えた石川県海,海,外、えー、海外協会理事の助言に基づいて、マナウスの移住地を、えー、南米石川村としています。 えー、そしてその翌年には当時の移住地にとって必要不可欠であった、まあ、自動車を寄付しています。えー、田谷知事は戦前南スマトラのパレンバンというところで石油会社に関わった、えー、過去があるようです。まあ、その経歴から、まあ、同志の海外移住政策に、えー、期待を持った移住者もいたようです。えー、田谷市の次に、えー、知事となった中西知事時代には、えー、先のスライドで確認した えー、移住者関連事業が次々と実施されていきました。また、中西知事自ら、えー、県民の移住先であるサンパウロやマナウスの移住地を訪問しています。えー、マナウスの移住地で自治会館が建設される際も、えー、他の移住地住民の出身都道府県から援助がなされない中、石川県と青森県のみ金銭的な援助がなされました。また、後に完成するサンパウロの石川県会館の 建設予算について検討がなされたのも中西知事時代でした。中西知事の次に知事となった谷本知事時代も移住者関連事業へ手厚く支援がなされました。就任から間もなく県の補助によってサンパウロの石川県会館が完成。1997年にはブラジル石川県人会創立60周年の県祝団を派遣しています。 谷本知事時代には技術研修員や留学生枠の拡大、また次世代の県人指定たちが故郷のことを学べるよう、石川県の歴史等の文献を集めた石川文庫がブラジルの石川県会館内に設置されました。このように移民移住者創出数は控えめながらも、石川県の世論、そして県政は県からの海外移住に関心をかなり示している。 そして手厚い支援が現在まで継続していますさてそろそろタイトルにもあった海外移住家族会のお話に入りたいと思います今回の報告では石川県の家族会に注目していますがこの海外移住家族会という団体はもともと1955年頃より各都道府県の県内で 海外移住者の留守家族によって自主的に組織化されたものでした。組織化当初は会員間による情報交換といった限定的な機能のみを持っていたようです。その後、1962年に関東方面の家族会の呼びかけで、後の海外移住家族会連合会となる連合組織が結成されました。同組織は当時の移住先進国であった オランダの移住者支援組織をお手本としており会員間の親睦、家族の移住地訪問海外移住の啓蒙宣伝活動定期刊行物の発行などを主な業務としましたこちらは本年度の約半年ほど前別の報告の機会でこの連合会の機能について論じた際に作成したものになります まあ、あの、ブラジルから日本へ、ブラジル、日本からブラジルへと、まあ、様々な交流の手助けを、この、連合会がしていたという、え、ものになるんですが、はい。で、えっ、ー、とですね、例えば連合会は、ブラジルの都道府県人会の連合会と連携して、移住者やその支店の日本訪問、留学等の事業を行い、また、留守家族の南米訪問についても援助を行っています。 でさらに、旧日本帝国勢力圏内からの戦後引き上げ経験を持った移住者の給付金の交付についても関わるなど、移住先と送り出し社会の間をつなぐ役割を果たしていました。こちらの報告を行った当時は、この連合会が全体的にマネージメントしているこれらの役割を各地域で実際に実施している組織というイメージで、 各都道府県の海外移住家族会を捉えていたのですが、これまでの家族会、あの石川県の家族会の調査を経て、実は各都道府県の家族会で担っていた機能がかなり異なるのではないかという推測をするに至りました。まあ、その一例として、今回ご紹介するのが、えー、石川県の海外移住家族会となります。 同家族会はですね、昭和38年度、え1964年1月31日に設立されたと関連する資料に書かれておりました。で先に紹介した連合会に加盟し、また設立以降はですね、農協との関係が深かったとのことです。え1972年には石川県の海外移住者支援事業の対象団体となっています。今回の目的については、移住者家族の会が 連絡、提携し、関係機関の協力のもとに、外地における指定または親族を激励、援助し、広庫の憂いなく初期の活動ができるよう万全を期するとともに、移住家族相互の親睦、そして移住の進行に寄与するとあります。財政としては、会員からの会費、また県や市町村からの補助金、寄付金によって運営されています。 現在の組織としては、まあ、会長が1名、副会長が3名、理事兼事務局長が1名、理事若干名、幹事が2名、そして顧問で形成されています。現在の事務局は石川県の金沢市にある国際交流協会内にございます。で、この海外移住家族会ですね、石川県の団体になるのですが、まあ、こちらの図からもわかりますように石川県の 海外移住関連団体としてまあ、組織図にその名を連ねていますで家族会の快速を確認するとこれら5つの主要な事業内容が示されています今回はこれまでに確認ができた1から3の事業についてその内容機能を見ていきます まず一番目の創出家族の連絡及び家族会の開催について、移住前世紀においては家族会が盛んに開催されていたそうです。個人ないしは県の事業で移住者が一時的に帰国、棄権する際に開催され、その帰ってきた人のみでなく留守家族同士でも交流がなされました。一世世代の減少によってだんだんと開催が少なくなっているのが現状とのことですが、現在でも総会などで交流は続いています。 スライドに上げているのは参考までに現在の会員数となります。2番目の在外の指定または親族間の慰問、激励な並びに援助についても、県事業との関連が指摘できます。移住者指定留学生受け入れ事業で来県中の移住者指定、家族会会員によるプライベートなどでのサポート、援助がこれまでなされ続けてきています。 また、海外移住者一時危険事業によって、えー、石川県へ帰ってきた移住者を出迎え、えー、歓迎会を実施しています。えー、さらに、留守家族による移住先訪問について、えー、家族会会員は、県と市町村による渡航費補助のもとで、えー、家族や親族の移住先を訪問できるようになっています。えー、2番目の事業を通して、えー、家族会は、移住者やその指定が石川県に滞在中、まあ、その心の拠りどころとなっていることが分かります。 えー、県事業自体は県が窓口となっていますが、まあその性格上、担当者の方はやはり数年単位で、まあ部署変更、ローテーションとなることが想定されます。まあ、しかしながら窓口のご担当が変わっても、えー、母県訪問の際には見知った家族会の会員が出迎えてくれるという、まあ制度を側面から継続的に支援する機能を指摘できるかと思います。えー、また家族会に所属することによって、留守家族は移住先へ容易に思うことができるということも言えます。 3番目の現地入植情報、通信、その他の交流、交換および通信連絡の圧っ援助について、かつてはマナウスなど通信状況が悪く、手紙が届くのに1ヶ月かかることも普通にあったようです。まあ、そんな中、家族会や留守家族が移住者の消息をつかめないときに、家族会からブラジルの県人会へ問い合わせをすることで、ま絶えそになった留守家族と移住者とのつながりが補強されました。 本事業については現在でも精力的に行われており、後に最近の事例を少し紹介いたします。なお、消息調査について家族会の会長へお話を伺った際、県人会に問い合わせても必ずしも見つかるわけではない、石川県からの移民全員が県人会に所属しているわけではなく、経済的、地理的などさまざまな理由で所属していない出身者もいるということを伺いました。ここからは最近ですね。 近年にかけての家族会の活動について、連合会の機関誌や家族会の広報誌などを用いて確認したいと思います。1987年には、ブラジル石川県人会創立50周年の式典がサンパウロ市で行われ、家族会も参加、またマナオスでも訪問しています。90年には石川県人会の一時危険者を母県で歓待しています。これらは先の事業その一に連なる活動といえます。 1995年、ブラジル石川県会館、落成の時には、まあ、その大型施設団に知事とともに家族会も同行。2003年には活動について、特に一時危険者の出迎えについて、えー、触れています。そして冒頭でご紹介しました、2013年の家族会によるブラジル訪問ですね。でそのマナウス訪問時、 に私も同行しましたがこのように送り出し社会と移住先との交流は継続的に行われていますでさらに近年の活動として最も目立つのが消息調査です家族会会員からの移住者消息調査また国内在住者による移住先また石川県内の関係者の消息の調査の事例が挙げられます家族会会長の言によれば最近はブラジル側からの問い合わせが多いようです また、家族会として、石川県内の多文化共生関連イベントに出展しており、県内における海外移住理解、多文化共生の理解ですね、にも尽力していることが分かります。そして、危険者、帰ってきた方々への歓迎というのは現在でも続いています。こうした活動を続けてきた家族会なんですが、関連組織はどう会をどのように位置づけているのでしょうか。まずは、家族会連合会の経過 <laughs> 見解を見ると、家族会は日本国移住事業における唯一の国民組織であり、移住者の安定、安着と成功への支援、国民大衆への啓蒙宣伝、そしてこれらを通して、最も自然的な呼び寄せ移住促進へ役立てることが期待されていたようです、まあ、こののりが実際に機能してていいたかかどうかは今後の検討課題と考えています。 次に、石川県による位置づけを確認すると、県は海外移住家族会への補助金交付の目的として、こういった文言を挙げているわけですね。家族会の機能としては、肉親からの物心両面における援助のパイプ役であると。まあ、そういったことが挙げられています。また、現在も続く移住者指定の母県体験事業の報告書を確認すると、 参加者である移住者指定とその引率者からの家族会への感謝の言葉が確認できますまた同事業を担当する県部署からは家族の絆という側面から海外県人会と本県との交流への助力を願うという言葉が見られました これまで、海外、石川県海外移住家族会の機能について確認をしてきました。ここでその諸機能についてまとめると、送り出し社会、今回の報告では石川県内における留守家族間の交流と情報交換、移住者及び指定の送り出し社会、今回は石川県内ですね、滞在時における心の寄り所である、そして留守家族の移住先との継続的な交流の支援、 そして送り出し社会と移住先のつながりの補強といったことが指摘できるかと思います。石川県と移住先、今報告ではブラジルとの交流について、表向きは石川県とサンパウロのブラジル石川県人会やマナウスの石川県人会との関係となっていますが、移住者の親類縁者であるという位置から、それらの交流の仕組みを継続的に側面から支援するという機能を家族会は持っていると言えます。 私が本年度の夏に行ったブラジル調査の中で、戦後移住者の方へ家族会の存在についてお伺いした際、表には出てこないが影の功労者だなと、といったお言葉を伺いました。家族会について調べ、その役割について考える中で、先に挙げた初期能によって送り出し社会と移住先をつなぐ影の功労者として家族会を位置づけることで本報告の中締めとさせていただきます。 最後に、こちらはですね、年初の震災を受け、少し内容を修正して作成したスライドとなります。石川県、ブラジル、マナウス石川県人会、そして家族会など移住関連団体によって、今日まで継続されてきた交流の結果、紡がれた絆によって、母国や母県に何かがあった際には、移住先から迅速に支援がなされていることの一例をご紹介したいと思います。 えブラジル・マナウスの両石川県人会は、えーまあ、本年の母県の震災を受けて迅速な対応を見せています、えー。サンパウロのブラジル石川県人会では、ブラジル中の日系団体からの、えー、支援の問い合わせなどにも応える形で、えー、寄付講座を開設しています。えー、また、マナウスの石川県人会では、えー、この状況に鑑みて本年の新年会の開催を中止、その開催費用を含めて義援金とすることで、えー、石川県の復興にご助力されています。 すでに今回ご参加されている方々の中でもご支援をいただいている方もおられるかと思います。本報告を通じて、この北陸地方の震災への支援の輪が少しでも広がることを記念しております。こちらが本講座で参照した文献一覧となっています。最後に本研究は石川県海外移住家族会をはじめとした石川県の皆様、サンパウロ及びマナウスの石川県人会をはじめとした ブラジルの皆様、JICA 横浜海外移住資料館、海外日系人協会、名王大学の皆様、そして本研究及び本講座の機会をご提供くださった JICA 尾形研究所の皆様によるご協力によって実施することができました。深く感謝申し上げます。また、本広告にご参加くださった皆様、ご成長誠にありがとうございました。 長尾先生、大変貴重なご講演どうもありがとうございました。石川県の移住家族会を事例に送り出し地域でも、年間レベルでの積極的な移住者との交流が図られてきたことが、あのえー、大変よく理解できました。また、それが各移住者と、えー、残された家族、また、移住者家族とのネットワークになってきたことが、うん、よくわかる、えー、ご報告をいただきました。ありがとうございます。 それでは続きまして、小原先生のご発表に移ってまいりたいと思います。続いてのご発表では、今度は戦後、日本からの移住者を送り出した期間の変遷とその事業の変遷について見ていきたいと思います。それでは、小原先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、こんばんは。 たただいまままご紹介にあかりまししジャイカ中南米部の小原と申します、えー、本日は戦後の海外移住実施機関と、えー、役割の変遷に見る移住日系人事業というテーマで、えー、まあ事業のみならずですねその実施機関にも焦点を当てて、えー、戦後の海外移住事業がどのように変遷してきたかというのを、えーとですねえー、とご説明をさせていただきたいと思います。 でまあ今日のお題ですけれども、えー、こういうあのラインナップになっております。でこの,あの写真に写っているのは、きっとあのブラジルの止めやすの故障だと思いますけれども、もし違ってたら、またご指摘いただければと思います。はい、えっ、ー、と、それは自己紹介ですけれども、あの私、ジャイカに入ったのが1993年で、まあ、ちょうどですね、ジャイカが移住創出事業を終了した年に当たるんですね。<laughs> まあ,あれからまあ30年がたっていると。で、えー、ボリビア事務所での2回の、えー、合計7年間の勤務、それからあとは中南米部にて、さまざまな日系事業も経験をしてまいりました。えっと、まあ、日本の海外移住の概要についてですね、す、ま、で、あ、にご存知の内容もあるかと思いますけれども、あのこの後の項目ともちょっと関連してくるので、簡単に説明をさせていただきます。 戦前以上に続いていた、さっきは長尾さんがね、結構喋ったのでも、これは飛ばさせていただいて、えっと、今回の、まあ、今日のテーマと関係してきます、戦後の移住についてですけども、1952年から、ま、正式に開始されています。戦後の移住問題などを解決するために海外移住が推奨されて、日本が高度成長を迎えて急速に減少して、1993年に国としての創出事業を終わったという経緯がございます。 次は日本からの移住先国についてのデータです。えー、戦前戦後を通じて、えー、ブラジル、それからアメリカが上位となっています。右端の表が、えー、ジャイカと、まあ、その前進組織が創出した移住者数です。まあ、これを見ると圧倒的にブラジルが多いんですね。ただです、案外あのカナダが一定数いるっていうのも気づかれるんじゃないかと思います。あの、80年代の一時期はあの、えー、ブラジルがもうかなり、あの、 ブラジルへの移住がかなり少なくなっていましたので、カナダがブラジルを上回るといった年も数年あったような状況でした。これは都道府県別の移住者数ですけれども、まあ、広島県がトップになっています。あの私も広島県出身なんですけれども、特にハワイやアメリカ、それからブラジルへの移住された方が非常に多くいらっしゃいました。それからまあ沖縄ですね、うちナンチのつながりは今でも非常に強いものがあります。 これはあの移住先国での日系社会の発展と日系人の活躍です。あのまあ、アメリカを見れると400万人ぐらいの日系人が、えー、いらっしゃるとされています。中南米ではやはりブラジルが圧倒的で様々な分野で活躍をされていると。それから在日日系人の方々です。これも先ほどあの長尾さんからもあの 名称されたかと思いますけども、まあ、90年の入管法の改正によって、いわゆる出稼ぎ目的の日系人が、えっ、ー、と、その家族の方々が増加したと。で、一時期は35万人ぐらいいたっていう、え、ことですけども、まあ、その後、リーマンショック等によって、まあ、あの一時的には減少したものの、また徐々に最近、増加傾向にはあるようです。現在27万人とかですかね、そのぐらいいらっしゃると言われています。で、就労、えー、定住、 市場の教育などの課題もありますけれども、最近は高齢化もですね、日本の社会と同じように問題になっているというような状況がございます。さて本題に入っていきたいと思います。えー、戦後の海外従事業の政府系の自主機関というのは4つ存在していました。というか、ジャイカはまだ存在していますで。フローチャートを見ていただきますと、1954年、えー、にですね、えー 日本海外協会連合会が設立されて、その翌年には日本海外移住振興株式会社が新設されています。そしてその2つの組織が1963年に統合されて海外移住事業団になっています。そして1974年に海外技術協力事業団と 移住事業団が統合して JICA が設立されて、その後も独立行政法人、それから炎借部門のですね、統合など組織の改変はありましたけれども、JICA が、あの、継続して、えー、移住事業についてはですね、えー、になっているという状況でございます、えー。各、各組織の概要についてはちょっと小さくて恐縮なんですけども、あの、簡単にまとめております。えー、日本海外協会連合会、これ、海協連、 というですね、呼ばれることが多いですけれども、移住者を募集して、現地に送り届ける。そして、移住先での定着のための、まあ、営、NO、農だったりとか、生活面での支援を行っている組織でした。他方で、日本海外移住振興株式会社、略して移住会社とも呼びますけれども、移住地を購入、造成、分譲して、で、その、まあ、土地の購入や、 営農の資金を移住者に貸し付けるというのが主要な業務であるのあの組織でもありました。海外従業団は海峡連と移住会社の業務をま1つの組織で一貫して担当することをま目的にま設立されたとで、特にま移住された方々の定着支援に注力したというような側面があると思います。 それから、在管になってからは国際協力の一環として日、日系自治園や国際協力への組み込みが、えー、進められてきたという、あの、経緯がございます。これ、あの、先ほどお見せした戦後の移住者数の推移に、えー、4つの組織の設置期間を重ねてみました。えー、っと、オレッセングラフの実践がですね、えー、移住者総数で、 点線が JICA 等が創出した数になっています。これを見ると、海峡連と移住会社が設置されて、急速に移住者数、創出者数が増えてきましたけれども、数年後には反転して、急速に減少して、海外住事業団になった以降はですね、ゆっくりと減っていったということがわかるかと思います。 海外移住事業団でも移住者増に向けてです、ね、でさまざまな取り組み、制度改善も行ってきましたけれども、特に南米のような登場国への移住希望者はなかなか増えなかったというのがあの実態だったと思います。でさて、戦後の海外移住は、まあ、1950年に始まって、70年以上が経過しておりますけれども、これをまあ大きく4つのステージに分けて考えていきたいと思います。 一つが戦後の移住人口問題対策としての海外移住、国策として移住者創出をしていったステージ。それから2点目として、移住者減少に伴って海外移住の意義の見直し、まあ、事業の変化がし,てがしていったというステージがあります。でまあ例えばその 移住者創出というよりも、援護事業の方に重点を置いていく。それから、移住者支援だけではなくて、日系人支援へと対象者を拡大していく。それから、移住事業が国際協力に近づいていくというようなステージですね。で、3点目が国際協力への移住、日系社会事業の統合。それから、4点目として、 日経社会の価値の再評価。日経社会連携事業へと書いてありますけど、まあこの4つのステージでですね、移、え、住、ー、事業、戦後の移住事業を考えていきたいと思っておりますで。これは先ほど4つの組織と、それから4つのステージの関係をマトリックスで整理したものです。あの、青い、濃い青がですね、まあそれぞれの重点とした業務となりますが、 えー、今日はちょっとあの時間の関係上ここは、えー、割愛させていただきます。で、それぞれ4つの各ステージについてで,で,ですね、見ていきたいと思います。まずは、えー、戦後の人口問題対策としての海外移住です。移住者創始としていった時期ですね。えー、これ戦後、海外からの引き上げ者は約630万人というふうに言われています。また出生率は上昇して、ベビーブームが起こって人口は急,急激に増加。 食糧不足も深刻になっているような社会情勢でありました。で、このような中で、1947年頃から移住再開の機運が出てきて、まあ、移住推進を目的とした民間団体がちらほら設置されるようになりました。ただ、あの、この時期はですね、まだあの、戦後間も,もない時期で日本人がまた海外に行くっていうところですね、あの、 まあ、特に占領下において、なかなか、あの、推進できなかったというような状況もあります。それから1952年、ようやく民間事業者による戦後移住が再開されるとになって、え、アマゾン川流域の重棟栽培に54人が移住をされていますで。その後も民間事業者によるブラジル向けの移住者が増加していきます。 また各県にですね、えー、おいても海外協会などがですね、復活したりとか、新たに設置されているような、あの、動きが出てきています。出てきました。で、このような状況の中で、政府は激増する移住業務に対応するための組織づくりを急ぎます。外務省に移住関連組織、移住関連部署をですね、設置するとともに、1953年に海外移住に関する需要事項について、外務大臣の諮問に答える移住コン、 段階を設置をします。この移住懇談会、まあ、後の移住審議会ですけれども、その後の移住事業の方向性や、自治機関の統、えー、廃合にも大きな影響を及ぼすことになります。そしてこの移住懇談会ですけれども、早速1953年に海外移住を一元的に扱う組織を設立すべきと決議をいたします。でその方針に沿う形で、えー、1954年、えー、日本海外 協会、連合会、会協連の、えー、が設立されると。で、このまあ一元化という今は、あの、各府県にですね、海外協会があったんですけども、まあ、それをまとめる中央機関としての位置づけ、まあ、そういう意味での一元化を、がされました。会協連設立当時の初代会長の寄稿文を掲載しておりますけども、えー、そこには海外移住は えー、マンパワーの海外投資ということに他ならないとかですね、えー。日本にはこれという天然資源もなく、また投資すべき資本もないが、投資すべき人力は誤っているというようなあの記載がありますけれども、まあこれあの当時の政府の考え方とかですね、勢いがわかるような内容だなというふうに感じております。で、海峡連の設立で一元化されたと言いながらですね、実はもう一つ 政府機関が新設されます。それが日本海外,きょ海外移住振興株式会社、えー、移住会社ですねえ。1954年の吉田茂総理大臣がアメリカを訪問した際に、えー、アメリカの銀行からあの申し出があった借款を原資として、えー、日本の海外移住振興を図るために、えー、設立された組織であります。 で、えっ、ー、と、アメリカの米国銀行からの、えー、オファーに対して、吉田総理があ、まあ、若干思いつきで移住事業に使うっていうような、えー、と、言われる方も、あの、いらっしゃるんですけども、まあ、そこの、あの、正しいかどうかはちょっとわかりませんが、吉田総理の階層にですね、えー、まあ、以下のような、えー、文言が書かれております、えー。例えばですね、アメリカに行く前にイタリアに、 イイタタリリアアを通ったらイタリアは非常に景気がいいとどうしたと聞いてみると、移民の送金と観光収入のため、えー、それを思い出して移民借款にしようと考えたというふうに書いてますけど、まあ、そう思われる、その思いつきだと思われるゆえも、まあこう、こういうところにあるのかもしれませんね。 はい。で、戦後の人口問題対策としての海外移住を推進するために設置された海協連と移住会社は、まあ、約10年ぐらい、10年弱の、えー、まあ、期間しか存続しませんでした。えー、その実績について数字で見ていきたいと思いますけれども、海協連は、えー、55,613人という、あの、移住者創出を行っています。これは、その JICA と全身組織も含めてですね、そう、 総出者数、全総出人数の約76%をこの海峡連が創出してるんですね。まあ、非常にあの目立ったあの数字だと思います。それからあの日本海外移住振興株式会社はまあ何と言っても12の直営移住地を造成したということもえあります。まあ、それ以外にもえサンファン移住地とかですね、沖縄移住地にも関与したりしています。で ここにはちょっと文言として書かなかったですけども、その、あの、他方でその移住者の営農だとか、それから移住地増生は当然のことながら,ながら、えー、簡単なものじゃなくて、えー、現在の国際協力の基準で考えた場合でもですね、まあ、相当難易度の高い事、えー、業であったことは間違いないと思います。実際、土壌だとか、あとは、あの、まあ、年間を通じた気象条件だとかをですね、 えー、詳しく調査をしておらず、開拓入植したという事例も報告されています。それへ移住がうまくいかずにですね、日本、本邦へ帰国したり、えー、他国へ転住された方も、結果的な多くいたというのも事実かと思います。はい、えっ、ー、と、その、それでですね、えーえー、もう、その移住者が、えっ、ー、と、1 9 6十 年ぐらいからですかね。えー、っと、減少していく中でですね、えー、政府、まあ、自治体制の批判というのが起こってきます。でそれは2ポツに書いてありますけども、政府の責任体制の不明確さの指摘ですね。先ほど、移住は難易度が高いものであったというふうに言いましたけども、まあ、その、えー、国、その場所へ移住を決める責任体制が不明確でのという批判。 が出てきてき、まあ、それは、その審務官庁は外務省なんですけども、いろんなあの,の物事を決めるのは、えー、農業移住の場合は農水農林省、農水省、それから技術移住の場合は労働省が関与してくると。で各所がそれぞれの権限で、えー、実施していたことから、えー、無責任体制があ、えー、起きたんではないかという批判ですね。でそれが顕著に表れたのが、 ドミカ移住者の集団帰国です。これはあのドミカには1956年から59年まで約1300人が移住されて、その後61年から62年に約600人ぐらいですね。まあ、約半数弱の方が帰国をしてしまいました。でマスコミにも大きく報道されましたし、その後移住者の方が 方がまあ国を訴えるということにも発展しているようなもう大きな出来事でもございます。でそのまあ移住先の調査がずさんだったりだとか、まあ、当初約束された土地がまあ受け取られなかったというような事態が発生したのも、えー、まあきちんと責任体制が、実施体制が明確になってなかったというような批判が沸き起こったと。 それから、海峡連と移住会社の効率化ですね。二、まあ、つの機関はそれぞれ別の機関ではあるものの、完全に分化した方が効率的だろうというような意見も出てきているようです。はい。まあ、そのような中で、海外移住審議会が1962年に海外移住行政に対する基本的な考え方についての答申を出しています。えっ、ー、と、主なポイントとして書いているのは、えー、3つですね。えー 移住政策目標として、移住者の創出にあるのではなくえ、移住先での円滑な定着に置かれるべきだと。これかなりの,あの方針転換ですよね。移住を,を、まあ、どんどん出すのではなくて、もうあの行った人を支援しましょうということですね。それから2点目は、え移住行政機構。これ外務省がしっかりやりせるというところ。それから移住自治機関は、えー と、まあ、統合してですね、一元的に、あの、実施する期間を、え、設けなさいというところを、まあ、この3点の指摘があったと。それを踏まえて、海外従事業団が設立されるということになります。この海外従事業団は、1963年から74年までの、まあ、約12年弱ですね、存在し、存続しました。え、業務内容は、海協連と移住会社の、ま、業務を継承している。つまりは、 移住者の募集、育成、創出、援護、つまりはその現地の定着支援、それから有志の事業などですで。設立人数で特徴的なのは、地方に152人という人数が多いですよね。あの、本部よりも地方が多い。これは全国に地方事務所というのを設置していて、特に移住者の募集や広報などを展開していたことにもよります。 はい。で海外住事業団の業務の中で功績はいくつもあるんですけどもあの、海外移住審議会の答申にもあったように、特に移住先での円滑な定着への援護を拡充したという点には注目する必要があるかと思います。で援護事業はここに書いてあるように大きく4つございます。1つは営農、えー、教育、医療、それから生活環境整備です。でこれらの、はい 災害移住事業団に実施してきた、えー、援護事業はですね、移住者のみならず、移住地は日系社会の発展にも大きく貢献しましたし、その後の、えー、日系社会支援事業や、えー、国際協力、技術協力につながっている重要な、えー、ものも多く、えー、ございます。あとは教育分野において、えーまあ、移住者からどんどん日系社会、日系人へとあの、えー、拡張していったという、あの こともこの時代に起きて発生した現象でもございました。ここまでざっと過去の経緯を説明してきましたけれども、ちょっと一息したいと思います。海外移住事業っていうのは、皆さんどんな事業だと説明できると思いますでしょうか。ここに書いていますけれども、移住事業イコール村づくりとか、いやい 今で言うと、農村開発と捉えることができるのかもしれません。で、でほぼ国際協力ってクエスチョンって書いてありますけども、まあ、結果的にもしかしたら移住と、えー、技術協力はアプローチは異なるものの、えー、結果としての成果はもしかしたらあの近,近いんじゃないかというようなあの考え方もあるのではないかと思います。 で、それも移住事業団時代は、移住地の中に事業所を置いてですね、えー、現地事務所、事業所が、あの、まあ、村役場的な、え、機能を果たしていた、というような、えー、とおっしゃる方もいらっしゃいます。で本当に様々な業務を抱えていて、えー、不動産業えー、土地を買って、え、分譲する。それから銀行やお金を貸す。行政サービス、様々な行政サービスの窓口だったりとか、 あとは農業振興しなきゃいけないですので、産業振興業務などですね、あの、様々ままな業務をまあ抱えていた。という、あの、えーえー、事業所でありました。で、事業団職員と移住者との関係はどうだったんでしょうかね。これも時代や移住地によっても関係性は異なってくると思いますけども、えー、まぁ、あ、移住事業団の職員の立場はなかなか、なかなかあの、えー 厳しい非常にまあ緊張感のある関係だった、えー、という人もあのいらっしゃいますで。移住事業団関係者から、えー、よく移住事業は直営で、技術協力事業はなんか事業の請け負りだみたいなんですね、あの、ことも、あの、おっしゃることもたまに聞くんですけども、まあ、そういう区分が妥当かどうかはわかりませんけれども、移住者と直接向き合いながら支援する事業をすると働く。 え、事業であるということには、まあ、間違いないのかなと。移住者とはも本当に、あの、一緒になってですね、え、仕事をしていたというのが当時の移住事業だというふうに、え、思います。で、まあ、ここで参考までに、あの、えー、移住事業団、まあ、あとは在家になってからもいらっしゃいましたけども、渡辺秀樹さんという、あの、OB の方が書かれた本、えー、ボリビア開拓期改伝を紹介します。まあ、2022年に出版されたものなので、まあ、比較的新しい本なんですけども、 テーマの一つが沖縄移住地での免課、えー、事業ですね。免課栽培、えー。渡辺さんは移住地発展の機種改正策として免課事業を推進しますけれども、えーまあ、苦労して開始した事業は当初は大成功を収めですね、えー。そして功労者として持ち上げられ、えー、ましたけれども、その後免課事業が安定して移住地に負債を残した え、悪者へと変わっていきます。で、結果として、その免課事業の時に導入した大型機械による、えっ、ー、と、営農が、えー、効率的な営農が進んで、その後の大豆栽培とかですね、小麦栽培にもつながっていくということで、渡辺さんの功績がまた見直されるというようなストーリーになっています。で、渡辺さんのこのインタビューではですね、沖縄移住地の、えぇ、ー、機政策として、免課栽培を推奨した事業団職員の立場は、 もし、もし失敗したら、手足を縛って牛に引かせて、移住地を引き回してやると言われるほど厳しいものだったというふうに回想されていますが、あの、まあ、そういう状況にも、まあ、あったんだろうなというふうには思います。で、この本は非常に内容は濃いですけども、肩肘張らずに、非常に読みやすい本ですので、ぜひ皆さん、ご購入いただければと思います。 はい。えっと、それでは、あの、ちょっと本題に戻りますけれども、えっと、海外移住審議会が1971年に重要な、えー、答申を出しています。えー、一つがですね、えー、っと、まあ、移住事業については国際協力の一環として重要であるというような、えーえー、ですね、位置づけの見直し。それから、えー、援護対象日系人まで拡大しましょうと。えー、移住者だけではなく日系人まで拡大しよう。 それから移住事業団については、先ほどたくさん、あの、職員がいたっていうふうに言いましたけれども、地方事務所を合理化しなさい。それから海外技術、海外技術協力事業団とは、連携していきなさいというような指摘をするんですね。で、えっ、ー、と、まあ、そして、ま、その後、まあ、様々なですね、政治的な、ま、思惑だとか、ま、方針等によってですね、え、1974年に、 ジャイカが設置されて、え移住事業も担当するようになったと、いう経緯がございます。はい。で、えっ、ー、と、ジャイカの設立と、まあ、移住事業の整理、統合ですけれども、まあ、ジャイカの中でどうなったのかと、伸び盛りの国際協力、技術協力と、ま、ちょっと言葉は悪いんですけども、あの、だいぶ、あの、えっ、ーえー、と、なんていうの、ね、あの、勢力が低下している、えー、移住事業を、まあ、組織としては、 あの、ま、あ縮小していって、整理統合されて、え、って、え、きます。で、まあ、ああの、JICA が設立した当時には移住4部体制があったんですけども、まあ、徐々に縮小されて、えー、1994年には移住事業部がもう廃止される。でそこからは、え、一つの課になっていって、えー、現在では、ま、計画移住課と、中南米部の計画移住課の、ま、あ半分の、えー、 かの半分の業務になっているというような状況です。で、事業面を見ると、移住者援護から日系人支援へのシフト、国際協力への組み込みがなされてきました。移住者の創出事業が終わりましたけれども、その3年後にはですね、移住事業費を再編するというような取り組みがなされています。こ,こはまた後で触れます。 それから、まあ、あの、いい材料としては2002年に課題移住資料館がまあ設立されるというあのことがございました。で、えー、っとあ、これは、まあ、あの、在科の設立後の移住者、日系人、支援、えー、事業の推移です。これ、平成5年までのデータなんですけども、在科になってからの傾向は、あの、わかりやすいかと思います。えー、青字の教育がまあ伸びている。 それから赤の、えー、移住者、日系人材、日系人材育成もぐっと伸びてますよね。まあこれらはあの移住者のみならず、日系人も非直接、日経対象になっている事業があの後半伸びていくとで。他方で農業や医療などはまあ減少傾向にあります。 で、また注目されるのが1991年からですね、ちょっと下の方にちょろっと出てますけれども、在日日経人支援。まあ、具体的にはその生活相談業務を始めたりしています。はい。えー、移住事業を実施して,している国にはですね、国際協力でですね、さまざまな移住者支援の観点から、えー、事業が実施されました。まあ、ここに記載されているものはほんのあの、まあ、一部ではありますけれども、 あの、これ以外にもたくさんの技術協力、資金協力がですね、日系人に兵器するもの、または日系人が実施基盤になるものの協力がいろいろ行われてきております。このテーマを掘り下げていくのはまたちょっとあの、重要なんですけども、なかなか掘れる作業でもあるので、また別の機会にしたいと思います。はい、えっ、ー、と、さてですね、あの、先ほども触れましたけども、1996年に大きな 在家内での改革が行われています、えーとまあ、国際協力の側面をより重視していこうということで、技術協力で実施可能なものは、あのー、移住事業から切り離すという観点で検討されました。例えば、移住研修だとか、専門家、農業試験場、開発青年などですね。特に大きいのが、この青で囲っている 農業分野の援護事業で、とりわけパラグアイ、ボリビア、アルゼンチンの農業試験場運営をどうするのかというところは難しいところだったと思います。結論としては、通常の国際協力事業として実施して、それをその後、それぞれの実施機関に移管するという方策を取っております。でまあ、これらによってですね、あの移住事業がですね予算的には相当スリム化されて、 かなりガリガリな感じになっていたというあの状況にもあります。はい。で、その後も右翼曲折あるんですけども、海外移住、日系社会の見方が変わったのが、2014年の安倍総理のブラジル訪問ではないかと思います。日本と日系社会の絆を強化するということを高らかに宣言されましたし、在家の事業もですね、在家の関係するところでは、ブラジル向けの日系ボランティアを100名に増やす。 それから中南米向けの日系次世代検視を100名にするということが表明をされています。また2017年には、中南米日系社会との連携に関する有識者懇談会が開催されて、幅広い関係者が参加して、新しい様々な取り組みをですね、方策について提言をされております。 はい。で、えっ、ー、と、これで最後になりますけれども、j i c a 日 k 社会連携事業の今日的意義っていうのは何なんでしょうかね。えー、どういうものだと思われるでしょうか。あの、戦後、お海外移住が開始されてから、えー、マンパワーの投資だとか、えー、開発能力の現地移動だとか、あとは日本の国際的な成果を、まあ、上げる。 え、国際協力の媒体者だとか、まあ、いろんな意義がですね、時代や日本、日本社会の状況に合わせるように変わってきたと思います。むしろ移住事業の存在のために、各組織においてですね、あの、積極的に、え、その、今日的意義を、あの、意味付けしてきたという、あの、経緯もあるんじゃないかとも思います。で、それを踏まえて、まあ、ま、 現時点の本日的ですね、えー、を言うと、まあ、あの、ここに書いてある三つに集約されるのではないかというふうに考えています。一つは国際社会との信頼の絆です。まあ、日系社会をいわゆる、その、最強の地日が死日とも言われますけれども、我が国との強い、えー、絆の礎になっていく。日本の応援団が海外にいて、日本をサポートしてくれる、えー、出るような集団であって、日本社会、 日本がですね、国際社会における、その、まあ、我が国の適正な評価にもつながるような、まあ心、心、えー、強い集団であると、えー、考えています。で、2点目が開発協力における競争のパートナーと書いてますけども、まあ、これまで日経社会への支援というふうに、あの、位置づけで協力を行ってきましたけども、えー、これからは、ま、対等なパートナーシップによって開発協力に一緒に取り組もうと。 いうようなまあ心強いパートナーでもあ,る、えー、あります。それから3点目として、多文化共生の先行モデルということで、えー、30年以上前からですね、日系人の在留の歴史は日本、日本における多文化共生の歴史そのものとも言えると思います。えー、こうしたその日系社会の経験をですね、一緒になってですね、外国人との共生社会の実現における 先行モデルとして進めていこうと、協力していこうというふうに考えているところ。まあ、これらが今日的意義だと思います。でその上で、まあ、最後のスライドになりますけれども、えー、日経社会連携事業の今後の方向性についてです。えー、今日的意義に対応する形で3つ、えー、掲載しています。1、えー、つ目が世代交代しつつある日経社会の持続的な、えー、発展の後押し。それから、えー、開発協力における 競争パートナーとしての連携強化。3点目に日系社会との連携により日本の国内課題解決への貢献です。はい。えっ、ー、と、以上でございます、えー。ありがとうございました。